皆さんこんにちは、伊豆州社員の杉村優太です。今日は、ソールのこのコバの部分ですね。この部分が荒れてしまった時どうやって、整えるといいんですかっていうリクエストがありましたので、ちょっとそれを答えていこうと思います。あとは、まあ、タイミングですね。そのタイミングとかもちょっと簡単に話ができればなと思いますので、どうかご覧になってください。よろしくお願いいたします。それじゃあ行きましょうか。早速やってみたいと思いますので、ご覧になってください。では早速やっていこうと思います。まあ、まずはちょっとこれ使い込んでて汚いので埃を払っていきます。しばらくちゃんと磨いてなかったんですけど、まあ今回はソールのコバを整えますんで、まあ部分的な動画になりますけれど、ご覧になってもらえればななんて思うんですけどね。あんまり長ったらしくやってもしょうがないので、ちょっとコバの部分だけやっていきます。さあ、ホコリを今払ったわけですが、使っていくのは何を使うかというと、紙やすりですね。紙やすりと、まあ状況によってなんですが、この水と、あとはまあ一般的にはコバインク、あのコバインキなんて言われたりするんですが、今日はコバインキは使いません。まあコバインキでもいいですけどね、着色力の強いクリームを使っていくといいんじゃないかななんて個人的には思います。で今日は、このサフィールの、よくみなさんクレムって言ったりしますけれど、サフィールノワールのこの見えるかな、このクリームを使ってやっていこうと思います。色はこの靴ちょっと色濃いのでダークブラウン使うんですが、ブラックとかでもいいと思います。靴の色に合わせて、元々の色に合わせてこの色は選んでいけばいいと思いますので、早速やっていきましょう。あとですね、豚のブラシとかヤギのブラシとか使いますけど、その辺はやりながらここで使いますなんていう風にご紹介したいと思います。じゃあ作業を移りますね。今回はどういう状態かっていうと、見えるかなよ、どうだろう、ちょっとデコボコが出てきちゃったかななんていう感じです。どうでしょう、わかりますかね。まあコバをどのタイミングで手入れすればいいかというと、これはまあ好みもあると思うんですが、ちょっと汚らしいかなって思うことがあったらやってもいいと思います。で、まあ、今回僕は、このぐらいになったんでちょっとやっていきますが、路面地面が濡れているところを歩いたりすると結構デコボコしたりします。その後にやってもらうといいかもしれません。じゃあちょっと紙やすりを使って表面整えていきましょう。僕のお店では240番から400番のこう紙やすりを用意します。今日はそこまで荒れてないので400番を使います。これがもっとバサバサしているようでしたら240番とか、まあ、最悪180番っていう粗いもの、番手の強いもの、粗いものを使っていくといいと思いますが、今日は400番ですね。じゃあちょっとやっていきましょう。やり方としては、紙やすりって結構手のひらで言うと、僕はいつもこのくらいのサイズです。手のひらより二回り三回りぐらい小さいのかな、そのくらいのサイズを切って半分に折って、まあいろんな場所を使っていくと。で片足っていう感覚でやっていきます。じゃあ削っていきますが、削り方は一方向にまずはやっていきましょう。今日の僕のこの靴の具合でしたら、この一方向で、一定の方向でガリッガリッと削っていければいいんじゃないかなと。で削っていく目安ですが、
まあ、これも正直好みなんですよね。綺麗になったかな、平らになったかなっていうところでお好みの部分があればもうそこで止めていいと思います。あのお家で靴磨く時の参考にする程度のこの情報量なので、靴磨き屋さんはある一定の基準とかはありますあるかもしれませんけど、あのそこは靴磨き屋さんごとで違うので、ここでは明確にそういう話はしません。まあ、僕の店はこう基本的にソールのコバっていうのは断面なので、ある程度でここが残ってても全然いいと思います。こうクリームを塗ったりとか表面をコーティングしてあげると、仕上げるものっていうのがちゃんとできてれば問題はないと思いますしね。もともとローブも結構入ってますし、ちょっとカサカサするのが気になるなっていうことでしたらワックスをなじませてもいいと思います。まあ、僕の、まあ、今こうここは真っ黒になりましたけど、僕はとりあえずはこんな具合で iPhone で撮ってるのでちょっとうまく撮れるかな、こんな具合です。まあこう表面がつるっとしたかなぐらいな感覚で手は止めました。見えるかな、見えづらいかなっていう感じですね。で、まあこう表面を触っていただいたときに引っかかりがなければいいんじゃないかなと思います。あとはこのソールの形状的にこういうふうに鍵がある靴なんかは削りすぎるとそれがなくなっちゃいますから、あんまり綺麗じゃないかもしれません。なのでこう削りすぎも衣装的に注意かもしれないですね。さあ今回水使わなかったんですが、あの右足はそのままやりました。で、左足はまあ比べるために今日やりませんけど、水を使う場合は、まあ、水がここにありますね。あの削る面にちょんちょんとつけてあげて削ればいいと思います。なんですが、あの削りカスっていうのが水と混ざってあの赤みたいにボロボロ出てくるんですね。で、それをあんまり気にせずゴリゴリやり続けると削りカスっていうのが表面にぐるぐるぐるっとまとわりつくような感じになってしまうので、それはちょっとこう気をつけてください。ちゃんと後で拭き取ってあげたりとか、表面にこうやって残ってないかなっていう感じでなすってあげるといいと思います。それが残っちゃうと、まあ、こう削り取ったもの、汚れだったりそういうものが混ざっちゃってる皮のカスっていうのが表面にぐじゅぐじゅぐじゅっとくっついちゃうので、あんまり綺麗じゃないかもしれませんね。なのでそういう面も注意してあげるといいと思います。というわけで今日はこちらのサフィルのクリームを使っていきます。一回に取る量はまあ見えるかな、見えるどうかな、どうだどうだ、うん、まあ こんなもんと本当にちょこっとでいいです。表面にこうクリームの瓶から本当にちょこっと取ったぐらいです。こんなもんかよっていうぐらいでいいです。まあ着色力と粘りが強いので少なく取るというところですね。でよく見ていただくとちょっと見づらいかもしれませんが、こういう部分は色が結構抜けてます。これヘリの部分ですね。そういう部分には割としっかりグッと押し込むような感じで塗っていきましょう。まあ、なのでちょっとこう伸ばしながら押し込むような感覚で塗っていきます。で、まあ、ちょっとなくなってきたらまたちょんちょんと取ってもらってなじませていきましょう。本当に取る量は少しずつでいいです。で各メーカーでコバ用のアイテムっていうものはいろいろあると思いますが、あの必ずこのクリームを塗った場合でもそうなんですけれど、塗り重ねすぎると
こう膜がどんどん厚くなるような感覚もあるので、必ず、まあ、クリーナーで拭き取ったりとか削り落としてあげてから新しいものを上に重ねてあげてください。そうしないと何かぶつけたりした時に塗り重ねすぎてるとボロッと剥がれたりすることが本当にあるんですね。なのでこう削ってあげたりとか、そういうことは必ずしてあげた方がいいと思います。まあ、普段そんなにこう気にしないよっていう方もいらっしゃるかもしれませんけどね、靴のこのソールのコバっていう面はちょっときれいにするだけでも靴の印象がだいぶ違いますので、まあ、こんなにボソボソ汚くなっててもこの表コバの部分をきれいにしただけで結構ちゃんとしますからね。靴の姿って面白いと思います。ではクリームを今全体に塗り終わったので、もうクリームはこれで OK です。でこれダークブラウンなので、ダークブラウン用の豚の毛のブラシを用意します。ここで、でまあ普通にこうアッパーをブラッシングするような感覚でソールのこのコバの面ブラッシングしていきます。この時ちょっとコツがあって、まあアッパーの色が薄くない限りは僕は自分の靴やるとき気にしないんですけど、毛先この端っこの角になる部分ありますよね。この部分、僕の親指が触ってる部分をこのウェルトの間、アッパーとウェルトの間にグッと食い込むような位置を取って沿わせちゃいます。こういう風に、わかるかな、沿わせてしまうんですね。でまあここ気にならない場合ですよ、できれば合わせたいですけどね、色とか気にしたいですけど、気にならない場合は OK です。こうやってグッと食い込ませて基準を作っちゃいます。そこでブラッシングをすると、で今ブラッシングが終わったので、まあ空拭きを、布で空拭きをしても OK ですし、ヤギのブラシでシュッシュッシュッとブラッシングをしても OK です。 でまあこんな感じでちょっと空拭きをしていくと、でまあここで空拭きをしたんですが、まあ、気になる方はここでヤギのブラシで、まあ、バッフィングじゃないですがこうシュッ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 とコバの部分もブラッシングをしてあげるといいかもしれないですね。よいしょ、はい、まあ、右足を今コバの処理しました。で左足は何もしてません。ということで、左足は何もしてないので、どうだろう、よいしょ、この辺の方が見えるのかな、比べてもらうと、まあまあ光ってはいますけどちょっとくすんでボソボソしてるかなっていう感じです。あれかな、撮影の時間帯的にあんまり良くないかな、見にくいかもしれないですね。まあ、こういうゴムの部分なんかほんとくすんでますよね。こんな感じになっていましたと。まあ、光ってはいるけど細かい部分がなっていう感じですよね。で今処理をした右足は、よいしょ、この辺かな、こんな感じです。こう艶が均一になりましたよね。靴の一番下に綺麗に光が入るようになりましたね。はい、こんな感じです。まあ、この流れを
やっていただくと、コバの部分っていうのは綺麗にできるのかなと思います。ちょっと見にくいので後で静止画をアップしたいと思います。こんな感じですよということで、はい、という感じでした。ご自宅ではこの工程ができれば全然十分綺麗にできるんじゃないかなと思いますので、参考にしてもらえるといいかななんて思います。皆さんいかがでしたでしょうか。コバの処理についてちょっとこうピンポイントの話をしましたけれど、この処理ができれば全然十分なんじゃないかなと思います。右足は、こんな風にやってありますよね。ちょっと光ってはいるけどアッパーがあんま綺麗じゃないんですよね。でもこのソールのコバの部分がキラッとするだけで結構印象が違います。こんな感じです。いかがだったでしょうか。というわけで、コバについては今日はこんな感じのご紹介でした。ご視聴いただきありがとうございました。ちょっと最近季節の変わり目で肌が弱くて髭が剃れないんで、こんな汚い顔で申し訳ないんですけど、ありがたいことに YouTube のチャンネルを作っていろんな投稿ができるようにリクエストをいただいたりご質問をいただいたりしています。なので、ちょっとこの自粛期間を利用してやっていこうかななんていうふうに思っていますので、この YouTube 欄にコメントをいただければ、確認できると思います。ただ一応技術屋なので詳しく教えてくださいとかお答えできない、お答えしたくないというか、僕もそれでお金をいただいているので、そういうことでちょっとお答えできない部分があってコメントを返せないようなことがあるかもしれませんが、ここの動画のコンセプトとしては、お家で靴磨きをしていただく際にこう何か簡単にやれるんだけど参考になるものはないのかなっていうものの紹介なので、どうかそこは足からずご理解とご協力をよろしくお願いいたします。次はプレメンテナンスについてですかねっていう予告にします。ということで、今回はコバの処理についてご紹介いたしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後ともイーズ修車院をよろしくお願いいたします。